みのるくんが怒るんですね。え<っ>、なんでしなかったのっ。え、なんでキスしなかったのって。そうです。みなさん、こんにいちは。チルチル。商業ビューレビューサイトチルチル記者の明智光子と。キリンです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今日紹介したい作品はこちらです。もちのこめ先生の進むとみのるです。イェーイ。 ということで今回はね試し読み係のキリンさんにこの作品をなんかすごく好きらしくって紹介していただきたいと思います <laughs>、はい、よろしくお願いします頑張りますお話の内容としては、えー、売れない漫画家の進むくんと そんんんなくくと仲良しのバイト先が同じで仲良しの,みのるくんのお話っていう感じになってるんですけど、まあ、読んだ感じすごくときめき満載というか<お>もうこ,こういうときめきを求めてたんだよねと思うようなうん、うん、染み渡るときめきがたくさん詰まっている作品だったんですけど。うんうん 私が受け中なんですけれども、うん、受けの,みのるくんがまあ可愛くてですねえ<っ>えっと関西弁を喋っているというところでもうまず500ポイントぐらい <laughs> 100点満点でなんですけど、うん、500ポイントぐらいなんですけどまたそのちょっとテレアだったりツンデレじゃないんですけど。うん 素直だし照れ屋だしみたいなこの微妙な塩梅あんばいがああバランスがいい感じのバランスタイプの受けの子だったのでもうドストライクでしたねえー、<laughs> すごいもうねだってまず100点満点中500点から始まるうもう完走しておりますおーすごい かわいい受けの稔くんとその進くんの相性バッチリっていうよりはずっと見てたくなるような安心感のある相性というか進<ー>くんが結構緩いというか脱力系みたいな形なんですけどその脱力系に結構しっかり者の稔くんが支えていくみたいな形で大変かわいらしいカップリングになっております。ね、いいですね。 なんかお話的にはあれですかね攻めの進くんが漫画家、そこから BL を描いてみないかっていうのを誘われて、まあ、そこから BL 漫画のために2人が協力していくって話だと思うんですけどうなんかどこかこ具体的にここを刺さったとかキュンときたってポイントあったりしますかうそうですね。 ういちいち稔くんの発言がほんとに可愛くて発言と行動がすごい可愛いので、えー、もう私に大変ドスドス刺さっていたんですけど進、うん、くんもちゃんと「稔くんかわいい」みたいな感じでキュンキュンしていて、うん、いちいちこうドスドスっとギュンという感じで進くんに刺さっていたのが共感を呼ぶと言いますか <laughs> お。共感大変 楽しく読めたところで一押しシーンと言われるといっぱいあるんですけど、うん、酔って寝てしまったみのるくんに進くんがちょっとキスをしたかったんですけど<え>ちょっと寝込みを襲うのはよくないみたいな<え>思いとどまって理性的なところがあり良、うん、かれと思って思いとどまったところを次の日。うん ミナロくんが怒るんですね。え<っ>、なんでしなかったのって、えー。なんでキスしなかったのって。そうです。めちゃくちゃ可愛いやり取りしてるなと思って。えー、可愛い,い。すごい良かったですね。そこが。えー、すごい。もうなんか末永く幸せでいてほしいって気持ちね。そうですね。もう私もなんでしなかったのって思ったと思って。<笑><笑> どっちやからもね、<laughs> 早く行けみたいな、ね、やれやれと思って。うん、やれってなりますけどね。<laughs> 思いましたね。えー、それめっちゃ可愛いですね。可愛い,いですね。うん、みのるくん可愛いです。可愛い,い。え、なんかキスと言ったら、この作品の中で、なんかそのチューしてる間に、あんこ味みたいな味がするみたいな、ちょっとなんか実況じみたところも、ね。<laughs> いいですよね。ね。 じゃらけじゃないけどうん、うん、ちょっとネタ感のあるね会話もすごくテンポ良くて私ちゃんとね、うん、味を伝えてくれることによってあ本当にキスしたっていうのがなんかこう伝わってくるというかうちょっとね <laughs> ありますよねこう自分もちょっとあんこの味を想像したい、うん、<laughs> かもしれない <laughs> ちょっと気持ち悪いかな <laughs> <laughs> あんこ食べたらちょっとこの作品思い出せるかもしれないですね <laughs> 確かにあんこ食べるたびに <laughs> ああ あの二人もあんこ味のキスしたんだねこういう味だったのかなってって思えるいいのかな <laughs> めちゃくちゃいい作品ですね またみの,るくんのいいところばかりになっちゃうんですけど、うん、みのるくんが結構料理が上手で、うん、すすむくんに料理をたびたび作ってあげてご飯を一緒に食べるシーンがあるんですけど、うん、その出てくるご飯が全部まあ美味しそうで、うん、ちょっとしたケーキとかみたいなのまで出てきたりして、うん、すごい料理が上手ご飯が美味しそうでお腹をすかせながらいろんな意味でお腹かをすかせて。うん <laughs> 読んでました。ええー、すごい美味しそう。え、じゃあ、あれですかね。あの胃袋掴んじゃう系の作品。そうですね。確実に胃袋は掴まれてると思いますね。めっちゃキュンときました。<laughs> ちょっと我々にも飯テロで。なんですけど。すごく色、そういう意味でも満足感のある作品なんじゃないかなと思いますね。満足になりそうです、ね。満足ですね。ええー。 でこの作品やっぱなんかさっきも話してたけどこう<あ>共感できたりだとかあとほのぼのしてるイメージなんですけど <laughs> うん、うん、こうどういう層におすすめとかありますかねうんうん、うん、ずっと考えてるんですけどもあの入門編という形で全員読んでほしいと思いましたんなんか普通にこう 歴戦の方にもきっと初心を思い出させるというか、うん、あーこういうときめきねいいよねみたいな形だし多分ほ初めて BL 読みますみたいな方でも「え、うん、ビ BL か,かわいいじゃん」みたいな「<ー>えいい,いいじゃん他のも読もうかな」みたいに思ってもらえるんじゃないかなと思いました。お,おーねえこれかなりキュンが詰まった作品なのでね。うん テンポ感ももどの層でもこう読みやすいいっていうかうんうん、うん、そうですねなんかうん、うん、確かにスピード感結構ゆっくりどちらかというと分類したらゆっくりなのかもしれないけどうん、うん、全然なん,かあなんか全然進まないなみたいなことは全く思わずうん、うん、かといってサクサク進むなみたいなのもなくこう本当にじっくり世界観に入り込めるぐらいのペースで進んでるなって思いました。 あのプロの方にも読んでいただける作品となっておりますのでぜひこちらねもちのこめ先生の「進むと実る読んでいただけたらなって思います。ということで今回は。 えっと、こちらのね作品紹介したんですけれども、まあ、こちらをはじめとして今ねチルチルのまあサイト、まあ、概要欄にも貼っておくんですけれども、まあ、チルチルのサイトではこういったね作品の「まあ、ここが良かった」だったりだとか「こうキュンときた」みたいなコメントを一般にね寄せられているので、まあ、そちらも合わせて見てくれたらなって思います。はいということで今回はこちらの作品「進むとるをご紹介しました。ということで皆さんバイチル 네. <목소리도>